はい、こんにちは、スピルと申します。今日もポケモリキャンプ場紹介やってきます。まあね、今日もよいしょ、たぬきちさんのよいしょつぶきちだフォーチュンクッキーいただきましょう。今回もね、500だね。なかなかビアンカは来ないね。ほっ、スパゲッティをパスタと呼べる。はい、木製のツー、あ、初めてなんだ。おー、よかったよかった、やった。で、もう一つ、ちょっと鼻声かな今日。なんだろう、なんか鼻がかゆい、ムズムズする。あれだね、花粉かな、なんだろうね。よし、今日はですね、ツイッターでね、応募くださいまして、お、こんなところにもあるんだ。はい、ツイッターの方で応募くださいまして、キャンプ場紹介することになりました。ユーリーさんという方のね、キャンプ場お邪魔したいと思います。もうないかな、あったあった、まだあったよ。よいしょ、まだあるよ、結構あるね。はーい、オッケー、では移動しまーす。はい、到着でーす。そう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 、神殿だね、奥。どういうことだろう、これ。あ、右は結婚式場だ。左はね、まあ、ここ、ベンチというか、まあ、ちょっとしたソファーがあって、奥にね、石畳が置いてあって、向き的にはなんかこっちに向かうような感じなのかな。あ、この鎧って動物立つんだね。私が触れるわけではないか。なんかすごい見てるね。何見てるんですか？っていうか、このメガネいいね。あ、喜んでくれました。このな、あれ？そういえばこのオブジェって動物入るのかな？どこ行くんだろう、動物。あ、わかんないや。私まだ作ってないんですよ。元？瓶が足りなくて、まだ作れてないんですけどね。動物入るのかな、この中に。どうなんだろう。さあ、そして右側でーす。ねえ、いいですね。結婚式場だ。余興中かな？結婚式というか、あれか、披露宴かな？よいしょ。じゃあ今日もちょっとこの辺でね。あ、いいね、これ。よし、これで行こう。今日のサムネはスピル中心かもしんない。よいしょ、待ってよ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 、動かない、もうちょっと動きたい、動かないか、難しいね。よし、この辺、よし、サムネできた。使うかどうかちょっと分かんないけどね。よし、オッケー。じゃあ全体見ましょう。ほっ、あ、奥、綺麗になってるね。すごいね。さあ、右側は結婚式場と奥、噴水のやつだね。で、左側が神殿と。いいですね。よいしょ、こんな感じかな？明るい。今日久しぶりにね、昼間に撮ってるからかな。昼間？まあ、まだ10時で朝かな。撮ってるからかな。明るく見えますね。いい感じです。よいしょ。じゃあ戻って。これいいとこに私入れたね、これね。はい、ありがとうございます。いちごくんたち歌ってくれました。さあ、では、今日車内もお邪魔します。お、ゆりさん、こんにちは。今日はこんばんはじゃなくて、こんにちはでいいんだね。
ドレスに、あ、サンダル、サンダルっていうのかな、女性の靴、よく名前わかんないけど。はーい。あ、いいですね。カフェですね、カフェ。いいなぁ。あー、なんかあれだね、今日、カフェ、どっか行って、なんか甘いもんでも食べたくなってきたな。そうだね、スタバの券もらったから、それでなんか食べていこうかな。よし。あー、いいね。熊の受付か。へー、あれ？これすごいね。気づかなかったよ。メモ書きみたいなのもあるよ。よいしょ。これね、ごめんなさい。向き変えの下手くそなんだ。レジか。レジもなんか昔風の古風なレジだね。に、メモ書きと。で、熊の受付を置くためにテーブルを置いてあるんだね。椅子じゃ熊さん置けないから。いいね、これ。あー、熊、あ、こっちはコーヒー入れてくれるクマさんだね。へー、で、やっぱし机、あ、椅子じゃ置けないから机置いてあるんだ。へー、いいね。あ、そう。今かな？フォーチュンクッキーからね、この猫の家具出るようになったってね、言ってましたよ。やっぱ人気なんだね、猫の家具ね。このカウンター増えるのは嬉しいね。私これぜひ欲しい。一個持ってるけどね、やっぱもう一個あったら、なんかバリエーション広がっていいよね。さあ、では。いい。なんかちょっともう、私お腹減ってきた。このカフェを見てると。はい、では上も、行きまーす。よいしょ。はい。はあ。さあ、クイズです。この中に、一体、向きの違う熊が、います。どこでしょう？はい。まあ、すぐ目につくかな。この子だけ、ちょっと向きが違うっていうね。ちょっと不思議な、面白い感じになってますね。ああ、お花の熊さんをね、机と、椅子と揃えてあるんですね。こっち側も。あ、こっち側も、この子だけ向きが違うや。へえ。すごいね。これあれかな？まだこの辺は、椅子がないのかな？あ、でもこっちにはあるのか。この子も、この子だけちょっと地面で。面白いね。ここ私こういう空間好きだからね。ああ、面白い。では一回外戻りまーす。はーい。では今日もいいねを押させていただいて、はい、喜ぶタイプの方でした。さあ、ゆりさん、今日はキャンプ場紹介させていただいてありがとうございました。ちょっとね、今ね、まあ、大阪の方でね、地震がありまして、ちょっとね、その片付けとかのんびりしながらやってるので、ちょっと投稿スペース遅かったりとか、私からね、ツイッターを見て、あ、紹介させてくださいっていうのがちょっとね、その時間取ることがちょっとできなくて、どうしよっかなー、取る人見つけれるかなーって思ってるとこに、取ってくださいって言ってくれたので、すごい助かりました。なかなかね、撮影交渉といいますか、ちょっと時間がね、かかってしまうものなので、もう皆さんからね、取ってくださいと言ってくださることがすごい助かるんですね。というわけで、ゆりさん、本当ありがとうございました。さあ、ということで、キャンパーさんね、どんどん応募しています。できたら、1日、2日に1回、投稿していきたいので、キャンプ場紹介していいよ、という方は、私にご連絡をお願いします。ということで、今日はこの辺で、面白かった。また見たいという方は、チャンネル登録を、ぜひぜひお願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。
ピルでした。またねー。